ツイッターで情報をいただきました。青山氏といえば京谷みなべで、保守新党絡みで滝田氏が突如高橋陽一氏に、参院比例で出れば一発ですよ、青山氏をしのいじゃうのでは、だって今比例トップなのが青山氏でしょ、自民党ので、高橋氏、私 YouTube 登録者数は青山氏の倍ですから、日頃は青山氏の活動にほとんど触れぬ滝田&高橋によるザレ方言でしたとのことでした、というリプをいただいたんですが、すでに削除されていました。それはそれとして、情報をくださる方いつもありがとうございます。会話の部分を見てみましょう。第180回闇鍋ジャーナリズム、出馬はあるのか、高橋陽一が出馬したら投票しますか。そうするとビジネス仕事してじゃなくて、あくまでも個人的な立場で。じゃあビジネスってことは結局お金が介在するかしないかって話。お前が一番大きいよね。誰かが高橋の子守りを高いとか言ったことにした人いるけど、私そんなもらうつもりもないしさ。なんなのこれ。 YouTube で散々稼げるもんね。いろんなこと言われるの。これいつ出馬するんですかとか、するわけないじゃん。はっはっは。しないという。なんなのこれ。はっはっは。それも含めてそういう風に言われるんですか。政治家なんてって言ってもいつもバカにしてる私がするわけないじゃん。当たり前じゃんそんなもん。僕も16日に解散したら高橋さんの応援演説行かなきゃいけないってスケジュール調整入ってたんだけどさ、解散なくなったから大丈夫になった。大体出馬なんてするわけないじゃんこんなもんは。大体この年になってね、嫌だよあんな暑いさなかとかね。でもさ、これだけ知名度あるんだから票は集まるんじゃないですか。参院の比例で一発ですよ。青山茂原さんしのいじゃうかも。青山さんはまあね、いろんな政治的意図があってやるけど、私は全然ないから。今一番比例でトップいってるの青山さんでしょ、自民党のやつでもね。そうするとあれだね、 YouTube 登録者数私は青山さんの倍だからな。そう、なんと。しかもさ、2位が漫画家の方なんですよね。だからやっぱりね、知名度あとファン、これが多い人がやっぱり今比例はいっちゃう。そう、高橋さんが出たら一発で。もったいないじゃない YouTube。 収入は全く激減しますよ。収入激減ってもう冗談じゃない、貶めようとしてんじゃないの私は。はっはっはとのことでした。この会話いろいろと違和感がありました。 1. 参院比例トップ、1位が青山議員、2位が漫画家とのことでしたので、2022年参議院議員選挙のことを言ってるのかと思ったんですが、特定枠を除くと、1位赤松健漫画家528,053票、2位長谷川秀治414,370票、3位青山茂春373,786票とあります。2016年の参院選も青山議員は2位です。ただし1位が郵便局の団体票がある方のため、実質1位だと加藤清隆さんは評していました。当時の加藤さんの発言は、加藤清隆さん虎八の出演終了タイミング、青山議員当選と同時期なのは偶然という動画でご紹介しています。党員獲得数の話かなとも思ったんですが、2位は堀内議員で漫画家ではありません。何か別の指標で青山議員が1位、2位が漫画家というものがあるんでしょうか。 2.YouTube 登録者数と得票。1で挙げた通り、青山議員より赤松先生の方が票数は多かったです。そして赤松先生も YouTube をやっています。その登録者数は4830名です。高橋陽一チャンネル95万人、青山茂春チャンネル 47.3 万人となっています。 YouTube 登録者数は知名度の指標ではあると思いますが、得票と必ずしもリンクしないように感じます。比例で一発というのは本当なんだろうかと感じました。ただ保守新党から出る未知数はあるかもしれません。 3. 百田新党という名前はタブー。この話題終始保守新党と呼び、百田という言葉は出ませんでした。元共演者なのだから名前ぐらい出してもいいんじゃないでしょうか。また別の記事にする予定ですが、山田氏からするとキックバック疑惑をかけられた相手です。このあたり闇鍋のタブーになっていくのかなと感じました。健康君のタブーは本当は7歳児より年齢が低いことだよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。